今回はバレエのための解剖学実践編をしてみたいと思います。でいろいろ、まあ、調べてる方多いと思うので、まあ、内転筋とか、まあ、股関節屈曲とか知ってる方も多いと思うんですけど、実際にはどうなのか、どういうふうに使っていくのかとか、どう考えていけばいいのかっていうのがあんまり説明されてないので、その辺を説明していきます。ではまず例えば6番、最初は外転、内転の説明をします。で、足を動かす方で外転ですね。